どうも、倉さんです。今日はあなたが成長できない理由というテーマで学んでいきます。生きてると今の自分ってちゃんと成長できてるんかなとか、自分は現状維持で止まってないかなって思うことあると思うんです。特に今何かを一生懸命頑張ってる方とか、自分を変えたいと真剣に考えてる方は余計に自分って成長できてるんかなって感じてると思います。で、いまいち自分自身が成長を感じてない時は、あるものがなくなってる場合が多いんですよ。これを理解してるかどうかで成長の振り幅も変わってってきます。じゃあ自分自身が成長を感じてない時になくなっているものは何か。それは興味です。これは僕が昔何かの本ですごく納得した内容なんですけど、その本にはこんな一言が書いてありました。興味がない時点でその物事についてさほど知識を持っていない。この言葉は僕個人的にすごい目から鱗でした。結局興味がないということは知識がない、よくわからないという状態で、成長できてない時は自分のこととか周りのことがよくわかってないんですよ。そもそも自分にとって成長って何なんかな？今自分の周りはどんな状況なんかな？いまいち自分自身が成長してないなと感じる人は、こういった自分のこと周りのことが客観的に見えてないんですよ。で、そのままの状態で過ごしていくと、いつか必ずシャレにならない失敗をするので要注意です。で、興味がないっていうのは何も知らないままジャングルに突っ込むようなもので本当に危険行為です。で、何も興味がないまま突っ込んでいった経験は見切り発車ということもあって、ちゃんと成功したのか失敗したのかもわからないので、反省や改善のしようがないんですよ。結果自分自身が成長してるかどうかがわからなくなるんですね。なので今あなたが自分自身に対して成長を感じてないとしたら、そもそもその物事に対してもう興味がないか薄れてるかもしれません。ちなみに僕は発達障害 ADHD の多動を持ってるので、いろんなことに興味があるんですよ。僕先日とあるホラー映画を見てたんですよ。そのホラー映画は日本に実在する心霊スポットの話だったんですけど、その映画で公衆電話が出てきたんですね。で、主人公がその公衆電話の前を通った瞬間、ゼルルルルって公衆電話が鳴ったんですよ。で、公衆電話って基本的にこっちからかけるもので向こうから鳴らないですよね。で、主人公は恐る恐る公衆電話のドアを開けて電話を取ったんですよ。主人公がもしもしって言うと、なんかすっごいダミ声でうわって聞こえてきて、気味が悪くて主人公はその電話を切ったんですね。で、そのシーンを見た瞬間、うわ怖えなって思ったのと同時に、もしもしの言葉の由来って何なんやろと興味が湧いたんですよ。普段 LINE 電話とかでもしもしって言うけど、もしもしってどういう意味なんやろってすごい興味が湧いたんですね。で、せっかくやからもしもしっていう意味を調べて、ショート動画にして YouTube にアップしようって思ったんですよ。で、結果もしもしの語源由来っていうショート動画を作って、僕のチャンネルの YouTube にアップしました。このように自分には関係ないことだとしても、興味を持つだけでもそれは何かしら考える知識の材料になるし、その得た知識を行動に移していくだけでも自分の知的好奇心が刺激されるんですね。で、行動力とか結果ももちろん大事なんですけど、あなた自身が日々成長を感じられてるかどうかが僕は何より大事だと思います。興味があるから自分で調べるし、その調べたことが自分の知識になって、その知識を表現アウトプットして、結果に対して反省改善をして次に生かす、これがベストな成長なんですね。去年の自分と比べたら今やってることは意外と続いてるなとか、半年前には分からなかったことが分かるようになってきたなとか、あなたが興味を持った分だけ知識に変わって、その知的好奇心が成長へと導いてくれるんですね。なので何事もまずは興味を持ってガンガン知識を蓄えていくこと、これが成長への特効薬になります。で、僕自身もこのチャンネルを通じてまだまだ話したいことはいっぱいあるし、これからもいろんなテーマを YouTube で発信していくので、ぜひこのチャンネルと一緒に成長していきましょう。あと、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。